30TS9 は、30が1971年及び1972年、1973年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラ1カー。ジョン・サーティースとピーター・コンニューによって設計された。TS9 は1971年、南アフリカグランプリでデビューした。チームオーナーでもある、ジョン・サーティース用に1台が準備されたが、ギアボックストラブルのためリタイアに終わっている。第2戦スペイングランプリでは2台目のシャシーがドルフ・シュトメレンにも提供されたが、シュトメレンは燃料圧トラブルでリタイアした。サーティースは11位となった。第3戦のモナコでは、シュトメレンが6位、サーティースが7位となっている。オランダグランプリではサーティースが5位に入ったものの、シュトメレンはスピンの後マーシャルの手を借りて、押しが消したことで失格となっている。フランスグランプリではサーティースが8位、シュトメレンは11位となった。第6戦イギリスグランプリでは2人に加えてデレック・ベルが起用され、ベルはリタイアしたがシュトメレンが5位、サーティースが6位となった。ドイツグランプリではサーティースが7位、シュトメレンが10位となった。オーストリアではサーティースがリタイアし、シュトメレンは7位となった。第9戦イタリアグランプリではマイカヘール・ウッドがサードドライバーとして起用され4位となった。シュトメレンはスタート直後のアクシデントでリタイア、サーティースもエンジントラブルでリタイアした。カナダグランプリではサーティースが11位、シュトメレンはオーバーヒートでリタイアしている。最終戦ではシュトメレンに変えてサム・ポージーが起用され、ヘール・ウッドも再び起用された。ヘールウッドは15位、サーティースは17位、ポージーはピストントラブルでリタイアした。1972年に入るとチームは TS9 を TS9 バイトにアップデートしたが、ドライバーのラインナップは変更された。ジョン・サーティースはチームの運営に専念するためドライバーを辞め、オーストラリア人ドライバーのティム・シェンケンとイタリア人ドライバーのアンドレア・デ・アダミッチを起用した。開幕戦のアルゼンチングランプリでは、シェンケンが5位、アダミッチは燃料システムのトラブルでリタイアしている。第2戦南アフリカグランプリからは、マイク・ヘールウッドも加わった。アダミッチは、周回数が10周足らず非完走扱いとなり、ヘールウッドはサスペンションを破損し、リタイア、シェンケンもエンジントラブルでリタイアした。スペイングランプリでは、アダミッチが4位、シェンケンが8位、ヘールウッドは電気系トラブルでリタイアした。モナコではアダミッチが7位となったものの、ヘールウッドとシェンケンは雨の中の事故でリタイアした。ベルギーグランプリではヘールウッドが4位に入ったが、シェンケンはオーバーヒート、アダミッチもエンジントラブルでリタイアした。フランスグランプリではヘールウッドが6位、アダミッチが14位、シェンケンが17位となった。イギリスグランプリでは3人揃ってリタイアとなった。シェンケンはサスペンション破損、ヘールウッドはギアボックストラブル、アダミッチはアクシデントであった。ドイツグランプリではアダミッチが13位、シェンケンは14位、ヘールウッドはサスペンショントラブルでリタイアした。オーストリアグランプリではヘールウッドが4位、シェンケンが11位、アダミッチが14位となり、イタリアグランプリではヘールウッドが2位に入り、アダミッチはブレーキトラブル、シェンケンはスピンオフでリタイアとなった。カナダグランプリではサーティースがヘールウッドに代わって TS14 で出走、TS9 をドライブしたシェンケンとアダミッチは、シェンケンが7位、アダミッチはギアボックストラブルでリタイアした。最終戦アメリカグランプリでは、シェンケンが TS14 をドライブ、復帰した。ヘールウッドはアクシデントの後17位となり、アダミッチはアクシデントでリタイアした。TS9 バイトは1973年、ブラジルと南アフリカの2戦で出走した。ブラジルでは、ブラジル人ドライバーのルイス・ブエノがドライブし12位となった。南アフリカでは、アダミッチがドライブし、TS9 バイト最後のレースで8位となった。チームガンストンは TS9 を購入し、ジョン・ラブを南アフリカグランプリに出走させた。ラブはアクシデントでパンクしたものの16位にいる。ジャンプカーインクは TS9 バイトを購入し、サム・ポージーをアメリカグランプリに出走させた。ポージーは12位で完走した。ありがとうございます。